いらっしゃい。今回はですね、グリスのお話をしたいと思います。例えばですね、なんていうのかな。今回僕、これ、ボトルケージが1個折れちゃったんですよ。もう片方のこっちのドリンク側が折れちゃったんですよね。で、急遽、デュラケージ、定番ですよね。ボトルホルダーを買ったわけですが、片方だけこっちやったら嫌やし、こっちも、折れへんっていう可能性はないので、2つを今まで使ってたのと同じやつにしました。前はこれのブルーツクを取ったんですけどね、過去にね、僕高校生に聞かれたことあるんですよ。このボトルケージを止めてるネジ、こんなとこって普通、グリスアップするんですかって聞かれたことがあるんですけども、これですね、してない人もいるんですが、僕は基本的にやっています。なんでか言いましたらですね、こう、乗ってるじゃないですか。乗ってたら、やっぱり、夏場、汗がこう、ポタポタ落ちますよね。まあ言うたら、ネジのかじりつき防止なだけやなしに、こう、汗って結構フレームにつくんですよね。こう流れてくるんですよね。ドリンクの水滴とかが、こう、結構ね、これちょっと見えにくいんですけど、水とかのしぶきがつくんですよね。ですので、基本的にグリスはボルトには僕は塗った方がいいかなって思った感じですね。つけてから撮影してちょっとしくったな思ったんですけども、まあ、なんだっていいんですけども、一応これ、シマノの、旧名はデュラグリース言うとったんやけど、今はなんかプレミアムグリース言うて、どこでも手に入ります。50g。50g やけども結構量あるので結構使えます。ということで僕は基本的にね、このボトルケージには絶対グリスアップはした方がいいと思いますね。水分とかがネジ穴から侵入しにくくていいと思います。例えばですね、ヘッドですね。ヘッドにしても、汗とかでボタボタ汗こいたら、ここグリスアップしてても、それでもものすごい汚れが溜まるぐらいなんですよ。こう、上から汗って落ちるじゃないですか。てか、汗って結構ね、この辺りすごいんですよね。夏場になったら滝のように流れるじゃないですか。そういうのを防ぐためにいいと思います。結局答えは、グリスはつけた方がいいかもしれないということです。以上です。最後まで見ていただいてありがとうございました。